20世紀を代表する建築家ル・コルビジェは画家でもありました。近代美術のコレクターテオドール・アーレンバーグ氏は自身が所蔵するピカソ、マティス、ル・コルビジェの美術作品を展示するための美術館の設計をル・コルビジェに依頼しましたが、残念なことに建設の許可が下りず計画は頓挫しました。このバーチャルギャラリーはアーレンバーグ氏の美術館のための図面などをもとに制作したものです。ル・コルビジェが作りたかった美術館の空間に彼の美術作品を展示しています。1920年代末から30年代初頭にかけてル・コルビジェは貝殻や石、骨、樹木の切り株や根などを視的反応を呼び起こすオブジェと呼んで描きました。命のぬくもりをかすかに感じられるようなこれらの存在は自然と人間の間に友好的な接触をもたらすものでした。本作に登場する貝殻は妻、骨は愛犬、楽器はル・コルビジェ自身とみなすことができるかもしれません。個々のオブジェはサイズ感が非現実的で不思議な浮遊感が感じられます。左側にはアコーディオンを弾きながら歌う女性が描かれています。手前のテーブルにはグラスやボトルや開かれた本などが、右上の窓の外には大きく腕を振ってトラックを走る人物の姿が見えます。画面下に1928年、32年とありますが、それぞれの年にはアムステルダムとロサンゼルスでオリンピックが開催されました。躍動感あるランナーに対して女性はどっしりとし、円筒形の太い腕や腕を伏せたような胸の表現は画家フェルナン・レジェの作品を思わせます。1930年代ル・コルビジェはフランスの大西洋に面したアルカション湾にある小さな漁村ピケでのバカンスを楽しみ、その海辺の思い出を好んで描きました。小さな平底漁船にもたれて座る二人の女性たちは肩を組んで歌っていますが、デフォルメが進んで人体の輪郭はもはやあやふやです。画面手前にはへさきから伸びた友綱、右手には樹木が描かれています。すべてのオブジェは密着して全体がぎゅっと圧縮されて一つの塊のようになっています。大成建設ギャルリー大成では今後もル・コルビジェの美術作品をご紹介してまいります。